これ食べている人は永久に痩せません。毎日10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。健康に悪いといえばその代名詞ともいえるタバコ、実は今回ご紹介する食べ物を食べ続けるとタバコよりも健康を害してますます太る可能性があるんです。健康に気をつけている方でも知らないうちに変な食べ物があなたの身の回りにたくさん隠れています。ワシントン大学などによる約40カ国130人以上の研究者が行った研究では、実は喫煙よりも食事の影響の方が健康へのリスクが深刻だったという結果が出ているんです。あなたが普段食べているその食べ物が実は体にものすごい負担をかけていて、ますます太ってしまったり健康被害、寿命を縮めてしまう可能性ありです。そこで今回の動画では、食べ続けるとタバコよりも体に悪い太る食べ物10選を詳しく紹介していきます。また動画の最後に特別なプレゼントを用意しています。実践的なダイエットのアドバイスを無料でお受け取りいただけます。特にご覧いただきたい有益な情報になっていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性を増やしていきたいっていう思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきお役立てくださいね。では早速お伝えしていきます。タバコよりも体に悪い太る食べ物10選。タバコよりも体に悪い太る食べ物1、牛乳。え、牛乳？健康にいいから毎日飲んでいますという方も多いと思います。実は牛乳を飲み続けると、牛乳に含まれるタンパク質のカゼインが腸を傷つけてしまうんです。カゼインが未消化で腸に送り込まれると、腸に炎症が起きて腸粘膜バリアが壊れて腸に穴が開きます。そして本来であれば体内に入るべきではない物質が血液中に送られ、さらに必要な栄養の吸収ができなくなったり、腸内免疫が狂ったり、この症状をリーキーガット症候群と言います。こうなると慢性的なアレルギー症状や免疫異常が起こります。また牛乳にはカルシウムが入っていますよね。なのでカルシウムを摂取することを目的として毎日飲んでいる方も多いと思います。ところが牛乳のカルシウムは残念ながら吸収されません。なぜだと思いますか？本来カルシウムは体内に吸収されるために胃でイオン化された後、腸で腐れ栄養素として使われるんですが、牛乳のカルシウムの多くがカゼインと結合しているためイオン化することができずに吸収されないんです。それどころか牛乳に含まれる大量のリンが体内のカルシウムや鉄分と結びついて体外に排出されるので、逆にカルシウムや鉄欠乏症を起こします。学校給食で牛乳を飲む子どもたちの骨が弱くなったり、子どもの鉄欠乏症貧血が増加している理由はここにあると言われています。アメリカの小児科学会では1歳以下の子どもに全ての乳製品は与えないことを推奨しているほどです。また世界で最も牛乳の摂取量が多いノルウェーでは骨粗鬆症の割合が日本の5倍にもなっているんです。なので牛乳の摂取量には気をつけて、できれば無添加のもので発酵したヨーグルトやチーズなどで適量を補っていくのがおすすめです。タバコよりも体に悪い太る食べ物にファーストフード、これはね手軽で食べたくなりますよね。まあ、なんとなく体に悪そう太りそうというイメージをお持ちの方も多いのではないかなと思います。ファーストフードの中でも特に揚げ物がやばい。揚げ油はどんなに新しい油であっても、オリーブオイル以外は揚げた時点ですでにかなり酸化しています。なのでオリーブオイル以外の油で揚げた食品はどれも過酸化脂質がたっぷり、デブ体質まっしぐらです。特にスーパーのお惣菜や外食で使う油は油を入れ替える回数を減らして、その都度新しい油を継ぎ足していく、こんなことが現場で行われているところが少なくないです。また食べるプラスチックと呼ばれるトランス脂肪酸を含む質の悪い油を使っているお店も残念ながらあります。それでもどうしても
食べるときは単品ではなく脂肪を体に吸収させにくくする野菜やキノコなどの食物繊維がたっぷりの具材をセットで食べると丸です。タバコよりも体に悪い太る食べ物3。カップラーメン、これは長期保存が効いて便利ですよね。ところが恐ろしい量の添加物がカップラーメンには含まれています。カップラーメンの原材料を見てください。油と小麦の塊の油揚げ麺、これにプラス化学調味料がこれでもかというくらい入ったスープの最悪の組み合わせです。また過剰な塩分摂取にもつながります。私たちの1日あたりの塩分摂取量は 8g が目安、ところがカップラーメンには約 4g から 7g もの塩分が含まれているんです。ラーメン1食でほぼ1日分の塩分量ですよね。このようにカップラーメンを食べることで太るのはもちろん、むくみや高血圧、がんなどの健康被害が起こります。そしてカップラーメンは油が半端なく含まれています。カップラーメンのほとんどは揚げ麺です。1食あたり約10から 20g の油が含まれています。このような酸化した油を取りすぎるとメタボリックシンドローム、高血圧、高血糖、脂質代謝異常、心臓病、脳卒中を引き起こす可能性があります。タバコよりも体に悪い太る食べ物4、パン、毎朝パンだという方も多いと思います。実際私も過去朝はやっぱりパンだよねなんて感じで毎朝食べてました。パンにはグルテンが含まれます。グルテンとは小麦に多く含まれるタンパク質のことです。グルテンは消化しづらく、消化できなかった未消化物が腸を傷つけることがあります。原理はカゼインと一緒ですね。すると腸に穴が開いて、結果代謝が落ちて太ったり、免疫異常やアレルギーを引き起こします。特に菓子パンはコンビニやスーパーで簡単に買えて、手軽にパクパクっと食べてしまいがちではないですか。でも1個1000キロカロリーを超えるものがあったり、ビタミンやミネラル、食物繊維はほとんど含まれていないので、単品だと栄養不足です。またグルテンに加え添加物や砂糖が大量に入っているので、血糖値が急上昇、脂肪をどんどん溜め込んでいきます。そして糖尿病や動脈硬化のリスクも高めます。どうしてもパンが食べたい時は試行してたまにを心がける。またせめて全粒粉や米粉パン、玄米パンなど茶色の自然発酵の天然のパンが丸です。タバコよりも体に悪い太る食べ物5、マーガリン。動物性脂肪から作られるバターより植物油から作られているマーガリンは体にいいし太らないと思われがちなんですが、それは間違い。マーガリンは別名食べるプラスチックと呼ばれているくらいなんです。その大きな具は有害なトランス脂肪酸が含まれているから。トランス脂肪酸は悪玉コレステロールを増加させ、心血管疾患のリスク高めると言われています。 WHO がトランス脂肪酸の摂取を総エネルギー摂取量の 1% 未満に抑えるよう提示していて、これを受けてアメリカでは2018年よりトランス脂肪酸の使用を禁止しています。私も過去朝は食パンとマーガリンのセットで食べていたんですが、あのまま知らずにずっと続けていたらと思うと本当に怖くなります。タバコよりも体に悪い太る食べ物6、加工肉。これも手軽で便利なので、ソーセージなんかこうちゃちゃっと焼いて朝ごはんになんてご家庭も多いかなと思います。ところが何がやばいって、危険な添加物が半端なく入っているからです。例えば色をよく見せるためにアショウ酸ナトリウムという発色剤が入っています。これが肉に含まれるアミンという物質と反応して、ニトロソアミンという発がん性物質に変化するんです。最近の研究では1日25g の加工肉でもがんのリスクが高まると言われています。25g の加工肉ってどれくらいの量だと思いますか。たったのベーコン1枚、これだけ体に悪いかということですね。一番のおすすめはお値段は高めですが、無添加の加工肉に置き換えていくのがベストです。どうしても食べるときはベーコンなど1枚ずつ15秒湯通しすると発色剤を減らすことができます。タバコよりも体に悪い太る食べ物7、カロリー糖質ゼロの食品。よく炭酸飲料やチョコレート、ゼリーなどの商品で見かけませんか。ダイエッターの方なら積極的に購入してカロリーを抑えることで安心感があるのではないでしょうか。ところが砂糖が入っていなくても甘みがあるということは、本来
不自然なことなんですね。それは人工甘味料が代わりに使われているからなんです。人工甘味料だとアスパルテン、アセスルファム、カリウ、スクラロース、サッカリンなどがあります。どれも食品衛生法に基づく指定添加物でカロリーはゼロ。この甘いのにカロリーゼロだと脳がおかしいな、甘いものを食べてるのにカロリーが入ってこない、もっと食べなきゃと勘違いして、あなたにさらに食べろ食べろとより強い甘さを求めて糖質を摂取させようとしてしまうんです。あなたの意思ではなくこのようにコントロールされてしまうの本当に怖いと思いませんか？さらにリスクなのは、人工甘味料を取ることで血糖値が上がらないと体が空腹に対応する基礎代謝が落ちたり、食べる時に逆に食欲を増進させて過食症になる危険もあります。また味覚異常や依存症の危険性ありです。このように人工甘味料はダイエットにいいどころか、実は逆に体重を増やすことになったり、さまざまな健康への悪影響が起こります。カロリーゼロに頼るのはやめて、腸活メニューをしっかり食べていきましょうね。タバコよりも体に悪い太る食べ物8、冷凍食品。冷凍食品はもう本当に便利で、長期保存も効くし、お弁当のおかずにもよく使ってるという方も多いのではと思います。冷凍食品は保存量だけでなく、油を酸化させないための酸化防止剤や見栄えを良くための着色料などなど添加物が3使用されています。例えば亜硝酸ナトリウム、アスパルテーム、タール色素、グルタミン酸ナトリウムなどです。グルタミン酸ナトリウムは旨味成分の調味料カッコアミノ酸等のことです。神経細胞を破壊すると言われ、アルツハイマーやうつ病の原因になると言われています。このような添加物を分解するには内臓に大きな負担がかかり、結果代謝が落ちて太ります。ただ中にはありがたいことに無添加の冷凍食品もあります。このような無添加の冷凍食品を上手に取り入れていきましょう。タバコよりも体に悪い太る食べ物9、コンビニ弁当。以前私もお昼にコンビニ弁当ばかり食べていたんですね。当時を振り返るとだるい、すごいすぐ疲れるなどの症状や生理の経血から薬品のような香りを感じたりしていました。なるべく多品目食べた方がいいかなと思って選んでいたコンビニ弁当ですが、これも大量の食品添加物が入っています。コンビニ弁当の原材料を見てください。ものすごい種類の添加物に驚かれると思います。まずは日持ちさせるための保存料に始まり、 pH 調整剤、調味料カッコアミノ酸と着色料、発色剤、酸化防止剤などなど体に悪い食品添加物がたっぷりと使われています。なので私は食べるのをやめました。ただコンビニでも無添加の商品があります。例えば私はゆで卵、バナナ、甘栗、冷凍フルーツなどを選んでいます。タバコよりも体に悪い太る食べ物10、栄養ドリンク。最後は食べ物ではなく飲み物ですが、どうしてもお伝えしたくて入れました。栄養ドリンクには保存料として安息酵酸ナトリウムという添加物が含まれていることが多いです。これを大量に摂取すると健康被害はもちろん、臓器負担をかけて太る以外にも怖いことがあります。安息酵酸ナトリウムと一緒にビタミン C などを摂取すると猛毒のベンゼンが生成されることがあります。ベンゼンには発がん性があり、白血病を引き起こすリスクがあります。栄養ドリンクでサプリメントを飲むのは絶対にやめましょう。タバコよりも体に悪い太る食べ物、普段よく口にしているものばかりではありませんでしたか？大切なのは今お伝えした食べ物を一生食べないでくださいではないんです。誰だって完璧にはできないですよね。私だってそうで、たまには飲んだり食べたり、お土産でいただいたり、お付き合いどうしてもとかね、ありますよ。だから腸活なんです。腸を整える生活習慣や食事に美味しく楽しく取り組んでいけば、たまに食べるくらい自分の力でリセットすることができるようになります。ご一緒に腸活でデトックスできるように取り組んでいきましょうね。今回お伝えしたことをぜひ実践していただいて、こんな風に変わってきましたとか、こんなことに取り組んでいますなど、あなたのご様子をぜひコメントで教えてくださいね。ここでご紹介する内容を実践していただくと、腸内環境が整って根本的な痩せ体質になり、理想の姿を取り戻すことができます。通勤中や家事育児中に聞き流すだけで OK。
まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録やその隣のベルマークのクリックしていただき利用していただけたら嬉しいです。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。まとめです。タバコよりも体に悪い太る食べ物は1牛乳、2ファーストフード、3ブラーメン、4パン、5マーガリン、6加工肉、7カロリー糖質ゼロの食品、8冷凍食品、9コンビニ弁当、10栄養ドリンクでした。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみた感想などをぜひコメントでシェアしてくださいね。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をしていただきお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。